おお、結構弾いてる弾いてる。真ん中でくっきり境界線分かれてるのが分かるかと思います。車の窓ガラスのコーティングの決定版ついに来た。私も愛用しているザクラスさんからついにね、フロントガラス、あとミラーとかのね、ガラス部分のコーティング剤出ました。その名もレインバレット。またバレットついてるということで、箱も弾丸をモチーフにしたものになってて、いかにも効きそうですよね。でザクラスさん、私今までいろいろ紹介してきて、メタルバレットっていうね、最高のガラス系硬化型コーティング、こちら紹介してすっごい売れたんですけど、窓ガラスには使えないんですかっていうコメントかなりいただいてたんですよ。でフロントガラスコーティングできるザクラスさんの商品ないんですかっていうリクエストかなりいただいてたんですが、ついに出ました。ということで今回はザクラスさんから発売されましたレインバレット、こちらをですね、納車された私のベルファイア、こちらのフロントガラス、そしてミラーとかね、ガラス部分に施工していきたいと思います。でこちらのレインバレットはですね、超強力ガラス撥水コーティング剤ということで、施工後は完璧なガラス面の保護と超撥水効果で視野確保に役立つということです。ガラス面の保護もしてくれるということなんで、多少なりね、飛び石による傷をつきにくくしたりとか、虫の死骸がつきにくくなったりとか、ホコリがねつきにくくなったりと、そういうような効果もあると思います。はい、じゃあ早速ね、施工していきたいと思うんですけれども、こちらが箱ですね。で開けると、はい、中にはこういうスポンジと、あと、はい、このレインバレットの、溶剤があります。これが入ってます。あとね、このザクラスのスポンジと、塗布用のクロスが2枚入ってると。でこちらのスポンジにですね、こっちの柔らかい方にこのクロスを乗せて、こう巻き付けので、ここに液剤を塗布してガラス面にこう塗っていくという感じになります。今ね、施工前なんですけれども、マスキングテープで真ん中で今回もね、分割して、使用前、使用後ということで、こっちの面だけ施工していきたいと思います。はい、じゃあね、実際にこの液剤を塗布していきますが、このね、ザクラスのロゴ入りのスポンジのこの柔らかい方に、この、白い塗布用のガーゼというかですね、クロスを巻きつけて、このレインバレットを施工していくんですが、手袋とマスクをしてやるようにというふうに注意が書いてあったんで、私も実際にね、マスクと手袋をして施工していきたいと思います。どんな感じなんだろうか、本当ね、初見なんで、あ、こんな感じなんですね。結構シャバシャバですね。はい、これを染み込ませて、縦横に、ガラス面を、コーティングしていくというような感じです。塗り伸ばしていきます。はい、じゃあ実際に塗り伸ばしていきましょう。お、施工性は非常に良いですね。こんな感じで結構楽ちんに塗れてます。縦横にって書いてありましたけど、とりあえずあの縦方向にね、どんどん塗っていきたいと思います。あ、乾いちゃう、すぐ乾いちゃいますね。ただこれあの塗った後ですね、乾いたクロスで、拭き取っていきますんで、あのその辺はねご心配なくなんですが、全然ムラにはなりにくいですね。施工性は良いです。で今回このレインバレットなんですけど、あのガラス面専用となっています。なのでプラスチックとか、あのその他の部分にはこれ使用できませんので、そこだけねご注意ください。あとボディとかね、なんであの気になる方はですね、あのボディの部分とかマスキングしてやってもいいかもしれないですね。私ズボラなんで、あのこのまま施工しちゃいますけど、ボディの部分とかにつけたくないという方はですね、ボディ部分マスキングしてやられると良いかもしれないです。はい、縦横にってあったんで、横にもねやっていきましょう。一度塗りだけじゃなくてですね、二度塗り、重ね塗りをするとさらに効果が増すということなんで、今回施工した後ですね、24時間は、水に濡らさないように、雨とかにね、濡らさないように、効果を待たなければいけないんですが、その後にまた重ね塗りをしても良いということなんで、まあ、結構ね今回も厚塗りしてってますけど、さらに重ね塗りも OK ということです。で施工時の注意点としてはですね、炎天下とか直射日光の下では作業しないでくださいと。埃の入りにくい、まあ、できればガレージのようなところが良いかと思いますけど、私もガレージハウスありますけど、ちょっと中だとね脚立が置けないんで、今半分ガレージに突っ込んだ状態で撮ってますけども、まあ、なるべく埃が入らない環境、かつ直射日光の下は避けて施工するようにしてください。でね、レインバレット施工終わった後はですね、乾いたクロスで
拭き取っていくという感じになります。まあ、結構もう塗ってた時点で、拭き取りに近いような感じだったんで、まあ、あんまり拭き取ってる感はないですけど、まあ、しっかり、ムラになってないようにですね、乾いたクロスで拭き取っていくという感じになります。はい、こんな感じで拭き取りも終了ですね。あとは24時間濡らさないようにこの、ね、コーティングが硬化するまで待つという感じになります。そしてこの今ねワイパー立ててありますけども、ワイパーは48時間は使用しないでくださいということです。フロントガラスだけじゃなくてね、こういうサイドミラーとか、あとはもちろんねサイドガラスとか施工できます。まあ、ただし先ほども言ったようにですね、プラスチック部分とかボディの塗装面には使えませんので、そこはねご注意いただければと思います。はい、ということで、24時間しっかり、硬化させました。まずね、水弾きテストする前にスリック性能、滑り性能ですね、こちらも見ていきたいと思います。まずこちら、左半分は未施工面ですね、いつもやっているこの、マスキングテープの芯、これがどれぐらい滑るかというのをやってみたいと思います。じゃあテスト、はい、こんな感じで、あ、止まっちゃった。こんな感じで止まっちゃいますよね。はい、こっちがレインバレット塗った方ですね。おーおーおお、めっちゃ早い。おー、早い早い早い。これはもう一目瞭然のスリック性能ですね。もう全然引っかかりもしないですね。いや、これは水弾きもめっちゃ期待できますね。それじゃあね、マスキングテープ剥がしていきます。はい、ご会長。はい、今ね、剥がしたところですけど、結構くっきりあの差が出てますね。ボディじゃないからガラス面だとなんか差って分かんないかなと思ったんですけど、意外とくっきりなんか膜厚のようなものが出てますね。さすが硬化型のガラスコーティングですね。じゃあ水弾きやってみましょう。はい、それではお待ちかね水弾きテストやっていきたいと思います。それでは水出してみましょう。ドン。おー、結構弾いてる弾いてる。こっちはこうビシャーっと伸びちゃってるのに対して、こっちは粒がめっちゃサラサラサラって落ちてますよね。こっちはビシャーって伸びちゃってますよね。結構違いますね。こっちめっちゃ伸びちゃってません？こうだらしなくね。でこっちは粒がサラサラサラと落ちてるという感じで、結構やっぱ水弾き性能変わりますね。こんな感じでですね、真ん中を境に左側は結構ビシャーって伸びちゃってるのに、こっちはねサラサラサラって落ちてますよね。この差が結構雨が降った時にですね、自分の車のスピードで水弾きをして、汚れにくくなると、視界も確保されるという感じですね。はい、車の内側から撮ってみるとこんな感じですね。真ん中でくっきり境界線分かれてるのが分かるかと思います。いや、結構やっぱ水弾きの性能はね変わってますね。これだったら確かにレインバレットめちゃくちゃ押せると思います。はい、こんな感じで右側だけね雫がほとんどなくなって、こっち側だけしっかり雨滴が残ってるというのが分かると思います。いや、いいですねレインバレット。はい、内側から見るとねこんな感じですね。こっち側見てください、こんなに雨滴が残ってんのにこっち側なくなっちゃいました。いや、この差はすごいでしょう。これはね一目瞭然ですね、この差は。はい、といった感じでレインバレット、ついに待望のねザクラスさんからガラスのコーティングデビューしました。これレビューさせていただきましたけれども、いかがだったでしょうか。やっぱりザクラスさんのね期待を裏切らないですね。こちらの施工上の注意点なんですけれども、まあ、直射日光とか高温の状況ではね施工しないように、した方がいいですね。あとは、先ほども言いましたけれども手袋とマスクを着用するようにと、あとはね、まあ、当たり前ですけれども洗車後に施工しましょうというところと、あとはね、車のフロントガラスの状況によりですけども、油膜とかがねついちゃってる場合は油膜を除去してから、施工した方がいいです。おすすめ硬化時間は最低24時間なんですけれども、まあ、施工後48時間以内は、まあ、雨や洗車を避けた方が良いでしょう。硬化前にウォッシャー液やワイパーは使用しないようにしてください。あとガラス以外には、ね、使用しないようにと最初に言いましたけれども、ボディの塗装面とか、ね、プラスチックとか樹脂パーツとかにはガラス以外のパーツに使用しないようにしましょう。あとガラスのうちが室内での使用は禁止と
いうことで、おそらくね、なんか揮発性の物質があるんだと思いますので、室内のガラスであるとかルームミラーとかは使用しないようにしてください。といった感じでザクラスのレインバレット施工してみました。気になる価格、そしてお得なクーポン情報なども出ている場合がありますので、下の概要欄、そしてトップコメント固定からぜひチェックしてみてください。車でもカー用品でも欲しいと思った時は買い時ですからね。好きな方で回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車カーチューバーワンドクチューブ、次回もお楽しみに。